ビルヘルムイン・バイエルンは、プファルツゲルンハウゼン公1799年より、プファルツ系ビッテルスバッハ家の冒険として、バイエルン公の称号で呼ばれた。また、バイエルン・プファルツ選帝校の総主権下において、ベルク広告の統治者を務めた。プファルツビルケンフェルト家の冒険にあたる、プファルツゲルンハウゼン公ヨハンとその妻でザルムダウン。 白爵家出身のゾフィーシャルロッテの間に生まれた。1778年にバイエルン科学アカデミーの会員となった。ビルヘルムはランツフートに居住していたが、プファルツ選定校科の継承権保有者の一人として1797年に本家筋のプファルツツバイブリュッケンコーマクシミリアンとアンスバッハの家内協定を結び、 ビッテルスバッハ家領の統一不可分の性質を持つことを認めた。ビルヘルムはすでに1780年1月30日、マインハイムにおいて、マクシミリアンの姉のマリアアンナと結婚しており、1799年2月16日に、議定より、バイエルン公の称号を授けられた。1803年の報道に関する和議により、選定校、 マクシミリアンの義兄であるビルヘルムは、ベルク公国を文法領として与えられ、公国を総督として統治することになった。しかし、ベルク公国は1806年までに、ナポレオン・ボナパルトを元首とするフランスに、割上されてしまった。ビルヘルムは、フランス軍に破壊されたデュッセルドルフ宮殿に住むことが、できなくなったため、旅館や総督宮殿、ベンラートの上官を転々とした。 1813年、ビルヘルムは、バイエルン王国の世俗化政策に伴い、バート・シュタッフェルシュタインのバンツ修道院を入手し、修道院は、バンツの上官と呼ばれることになった。この上官とその領地は後に売却され、公爵家の巨漢周辺の森だけが公爵家の手元に、残された。現在、この森は、結婚を通じて、リヒテンシュタイン家の所有となっている。 ビルヘルムは1837年に亡くなり、テーゲルンコのバイエルン公爵家の母廟に葬られた。フリードリヒミヒャイルフォンプファルツビルケンフェルトの娘、マリアンナと結婚し、以下の子女を設けた。ありがとうございます。